昔々地球には人間とモンスターという2つの種族がおりました。ところがある時、2つの種族の間に戦争が起きました。そして長い戦いの末、人間が勝利しました。人間は魔法の力でモンスターたちを地下に閉じ込めました。それからさらに長い時が流れ、イビトザン 2001X 年、それは登った者は二度と戻らないと言われる伝説の山でした。下に足が引っかかりました。落ちました。さらに落ちました。アンダーテール。はい、ということで皆さん、はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちは、オカリンです。本日からはこのアンダーテール、もう超有名なゲームですね。皆さんご存知の方も多いんじゃないかなと思います。こちらのゲームは普通 RPG、 おい、なんかもう一回始まったぞ。で、こちらのゲームは RPG って基本的に敵を倒すと思うんですけど、このゲームはね、敵を倒さない愛にあふれたゲームらしいです。Z が確定で、 X がキャンセル、 C がフィールドメニュー。あーはーはー、あ、了解です。ほんで今回はこのゲームのナレーションを全部関西弁でやっていければなと思います。落ちた人間に名前をつけてください。なるほど、じゃあ普通にオカリンでいこうかな。私オカリンと申します。はいはい、オカリンでいきます。確定。この名前めっちゃズームしてくんねんけど、そんなズームしてこんでいいよ。はい、大丈夫です。お、お花の上に寝てるのかな。あ、これがさっき落ちた。あ、もう動けんねんけど。あ、動けるんや。おー、斜め移動できる。これ学生がさ作ったゲームらしいね。それがこんな人気やねんね。めっちゃお腹出てない？スタイル悪いな自分。右行くか。扉がある、入るぞ。お花があるぞ。ヨッシーに出てきそう。ハロー。おう、フレイ、お花のフレイやねん。おう、よろしく。 Z、 お前はこの地点世界降りてきたばかりやねんな。あー、じゃあこんなとどま戸惑ったやろな。なんか手伝ったろか。この世界のルールも知らんねやろ。なんだ、俺が教えたるわ。うん、準備いくよ。え、なに、おお、心臓、おお、ね、これ、そのハートはね、君の魂さ。君という存在そのものと言ってもいい。俺の存在これなん。へえ。はじめはすごく弱いけど、レベルがたくさん上がるとどんどん強くなれるんだよ。あ、今レベル1でな。レベルっていうのはラブ。あ、レベルじゃないんや。なるほどね。ラブつまり愛ってことさ。なるほど、君もラブが欲しいんでしょ。俺もラブ欲しいな。待ってね、今僕がラブを分けてあげるから。マジで？あ、ウィンコした、かわいい。この世界ではね、ラブはこんな風に白くてちっちゃな仲良しカプセルに入れてプレゼントするんだ。うん、それじゃあ行くよ。オッケー。いく、何を行くの？カプセルを追いかけて。えい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 。は？は、何やのお前。バカだね。この世界では殺すか殺されるかだ。お前何やねん、さっきの可愛い顔どこ行ってん。こんな絶好のチャンス抜かすわけないだろう。え、体力1になってんけど。え、死ね。うつやん、そんな顔すんのお前。は？は、こんなお前余計もないやんけよ。どうしたらええねんて。え、これで、さ、え？何何？おお、人だ、え？人だも出て、おお。え、もうこの BGM が敗北の BGM やねんけど。情けないわね、罪もない子供をいじめるなんて。怖がらなくても大丈夫やよ。私はトリエル、この遺跡の管理人です。毎日ここを見回って落ちてきた子がおらへんか確認してんのよね。関西弁とあれやな、めっちゃごっちゃになるな。人間この世界に来たんはほんま久しぶり。ほんまに
さあ行こうか、遺跡案内したるわ。遺跡こっちよ。これどこに行くかとかめっちゃ分かりづらいな。左行けんじゃんこれ。行かないのか。どこが壁かって、おー扉があるね。おー色がついた背景に。え、追いかけて逃げんねんけど、こっち来たら追いかけてくるんじゃん。行こうへん。あ、これか、これ取ったへんか。取ってん。そびえ立つ遺跡を目の当たりにして決意がみなぎった。何の決意？ HP またなった。あ、オートセーブじゃないんや。この光ってるポイントがセーブポイントなんだ。オッケー。これは？さあ、あんたは今日からここで暮らすのよ。マジかよ。おっちか、そう、行きたいねん。お母さんとこ帰りたいねんけど。遺跡の仕掛けについて教えておこうやね。お？全部押したやん。4つ？たくさんのパズルがあんねん。侵入者を撃退する昔からの技術よ。部屋を移動するときはパズルを解かんとあかんわ。だからよう見て慣れといてな。なるほど。え、これ押したらどうなるの？全部押していいの？え、いいの？なんなんこれ、なんやねん。ほんで、これパズル？この先へ進むには正しいスイッチを押さないといけないの。でも大丈夫、ちゃんと印をつけといたからね。おー、これは看板の前で Z を押すと読める。なるほど、もう読んでますよね。ひとたび道を定めたら心を変えることなかれ。おー、これは何や、電池の残量みたいな。は？何だこれ。あ、これスイッチなんか下げたってことか。なるほど、これも下げたらええんちゃん。下げてくださいと言わんばかりのな。よくできた、えらいやん。ほんな次の部屋行こうか。オッケー。お前男か女かはっきりせえや。あんたは人間だからモンスターに襲われることもあるやろな。そんな時どうすればいいか知っとかんとやかんで。もう大丈夫、とっても簡単やからな。モンスターに遭遇したらバトルが始まるわ。バトル中はモンスターと仲良くおしゃべりをする。そんな戦い方なんこれ。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。試しにそのマネキンに話しかけてごらん。おー、え、じゃあ戦いは毎回こいつの手助けがいるってこと？おい、マネキンが現れた。なんだこれ、戦うアイテムを見逃す。戦う？結構戦わなあかんの？え、真ん中、戻ってこうへんの？マネキンは今にも倒れそうだ。これ行動してみる？あれ？あ、これ行動、マネキン、分、アーナス、これか。ん？会話はそうなんだ。あ、結構シャイなんやな。トリエルは嬉しそうだ。あ、このゲームってね、マルチエンディングらしいんですよ。だから多分戦うでこれ倒しちゃったら違うエンディングに行くんじゃないか。そう、それでいいの、上手にできたわね。じゃあどうしよっかな。今たまたま話すってやっちゃったけど、この先にもう一つパズルがあるわ。あなたに解けるかな。おー、今回は俺がやらなあかんのか。おー、お前抜かしたいぞ。俺抜かした。うーわ、お前な、誰やねん、お前そのおったか、フロギー。これ戦ってみる。真ん中で押したやんちゃん。ほら、お、あ、一応倒せるんや。あ、経験値が上がった。倒したっすけど、いいんすか。西の間は東の間の青写真。おー、これがヒントっぽいな。もう終わり？なんかあったか今。西の間は東の間の青写真。あー。お、ちょっと待てよ。ここは手をつないで一緒に渡りましょう。それ、無理やろ。お前の足の裏めっちゃ強いやん。あ？これ覚えとかなあかんのか？なんでわざわざお前全部踏むように移動すんねん。足の皮いくらだっても足りへんぞ。いやいやいや。あなたにパズルはまだ危険すぎるものね。ああ、やらしてくれへんのかい。舐めとってあかんぞ。おら。いけるよ。あ、これ正解のところは、針がなくなるってことか。ここまでとても、あ、絶対こいつ敵ちゃん、もしかしいの。でも次はすごく辛いお願いをしなければならないの。この部屋の向こうの端まで一人で歩いていくんやで。うん。悪く思わないでちょうだいね。なんか BGM 変わってんけど。何これ、罠？俺行くで。お前、俺倒す、先カエル倒したからな。任せろ。おお、行くぞー。めっちゃ長いぞー。あー、これループしてる。
ループはしてないよな。あんなでかいツタなかったもんな。ん？どうなったんこれ。どうなってんの。何も出てこい。お？お、ここ隠れてんじゃん、さっきの牛みたいなやつ。おい出てこいよ。え？横から、おお。置いてったりしないわ。この柱かっきりに隠れてずっと見ていたの。あ、そうなん？私を信じてくれてあり、あ、これスルーしていったらどうなんねんやろ。なんか気になんな。この何の練習？歩く練習？意味があったの。一人でお留守番できるかテストしてたんやで。お、子供なんかな、もしかしたら。このキャラクター、用事があるからお留守番していてね。ここで待ってんのよ。あー、こうしましょう。あんたに携帯を渡しておくわ。なるほど。俺動いちゃおっかな。お利口さんにしていてね。いやーで、おい、動けてるわ。え、あ、これセーブポイント。え、もしもし、トリエルです。お部屋借りてた。おー、してませんよ。ちょっと右側出ただけっす。うん、まだ説明していないパズルがあるの。一人で行くと危ないからね。うん、お利口さんちゃうから行きます。お利口さんちゃいます。はい。落ち葉をカサカサ言わして遊んでたら決意がみなぎった。どんな決意やね、落ち葉カサカサする決意。 OK、 セーブー。上も行けるし。え、なになに。あ、エンカウント制なんかな。話す、話すってやってみようぜ。褒める、褒め、褒めよ。言葉の意味、おい、なんやねん。それでも照れている。かわいいやんけ、お前。照れ照れ。なに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 。おお、これ避けて、おお、避けなあかんじゃん、これ。あまり戦いて、おお、じゃあ戦わんとこうぜ、お前。脅したるわ、次、おい。意外できる。それで怖がってる。プルプル。え、これどうなんねんやろ。おお、危な。2回追尾性攻撃。ん？戦いたくないやろ。分析する。カエルもつらいよ。何それ、カエルもつらいよ。曲の歌詞あれにありそう。うん、もう一回褒める。え、どうなん。あ、見逃すってしたらいいのか。次見逃してみよう。 OK、 じゃあ見逃します。逃がす、逃がしてみよう。あ、これでも勝利になるんや。大抵逃げたらさ負けっていうか脳幹やけど。あ、これ落ちるんちゃう。ほら落ちた。落ちた。え、右も行けんぞ。あ、出てきた。え、あ、これ敵な。泣き虫がうじうじと近寄ってきた。泣き虫のくせに近寄ってくんのか。で、これちょっと、あ、慰めてみようか。泣いてるからの。なんでやねん、なんでやねんって。慰めてんのになんで泣くねん。プルルルルル、もしもし、トリエルです。特に深い意味はないんだけど、どちらか選ぶんやったらシナモン、それとバタースコッチ。え、俺バタースコッチって何か知らんねんけど。シナモンって確か甘いから俺バタースコーンにしよっかな。うん、いいよ、今晩食べに行くわね。うん、かけすぎ、きすぎ。トリエルです。シナモンが嫌いってわけじゃないのよね。どちらかといえばっていう意味やんな。別の方が、あー、え、え、食べ、え、選択肢今の分かりづらいねんけど。嘘だ。灰色の岩4つのうち3つが押されることを望む。灰色の岩4つのうち3つが押されることを望む。えい、あれ、えい、えい、なんだ、おー、敵が出てきたぞ。こっち飛んできたぞ。こいつは多分逃がしたらええねん。にゃー、なんでやねんって。おー、びっくりした。お前カエルやろ、なんでにゃーやねん。フロギーに勇ましさに足が嘘ぴょーん。あ、そう。オッケー、ここはまあ行かれへんのか。ん？灰色の岩4つのうち3つが押されることを望むやろ。これは、あ、こうか。あ、なるほどね。4つのうち3つがってどういうこと。はい、じゃあ右行きまーす。これは入れるんちゃう。あ、これは帰ってくるときようか。うわ、きっつ、これどこが行ける。おお、そこあかんのな。了解。これは落ち葉を踏まないで。えい、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 怒った。うん、いや、これどんどんやって自分で道作っていくしかないよな。あ、ちょっと待って、落ち葉の上を踏まないでやから、こう行けばいいんや。なるほどね、そういうことか。
オッケー、確か高移動して一番下まで行って上な、ほんでまた上まで行って落ち葉の上あたりで下行って、ああなるほどね、ほんでこう行ってこうや、オッケー。で4つのうち3つが押されること、おー、あ2匹寄ってきた、これはどうなんねんやろ、まあ、1匹ずつ倒すしかないんかな、うーん、てれてれごめん謝ってんねんけど、かわ、おー、なんだなんだそれ、全部6つ、じゃあ逃がしたろかな、逃がす、オッケー。で4つのうち3つが押されること、これ押してみる、ん、全部押したらええんか、ういーどーん、ういー、え、ちょっと待った、おいら押してどかそうったって、そうはとんがらおかぜんぜい、あーん、お願いですから動いてくださいだ、たくしょうがねえな、こんだけだけ特別だぜ、あーもうめんどくせえこいつ、めんどくせえ、なんで上行くねお前、ちゃうやろ、上じゃなくて横に動けだ、あってこういうことだろ、そう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 、あかしこいあかしこいあかしこい、なあまかしこい、褒めたろ褒めたろ、どういたしまして、どういたしまして、あーおい喧嘩売ってんのかってお前、あーじっとこいつ面白いな、タグランド行ったり来たりさせやがって、お前が行ったり来たりしてんねやろ勝手に、じゃあ俺を押すな、もう分かったな、オッケー、ナイスナイスナイス、お、ちびかび、ちびかびに行く手を塞がれた、ちびかびってなんや、お前俺のゼリーに見えんねんけど、これなんか出えへん、真似をする、くどくメスなんかお前、真似しよっかな、じっと横たわった、世の中のことが少し分かったような気がした、あー世の中深いな、ごぼごぼ、あこれは簡単、おー不規則な動きするな、あと雪って感じ、オッケー、静かにゴボゴボ音を立てている、くどいてみよう、お尻をプルプル振った、ちびかびもプルプル返した、有意義なやりとりだ、じゃあ攻撃してこないでください、はい、おお難しい、よいしょ、いいね、どうしようかな、見逃、逃がしてみる、オッケー、これどう倒した方がいいんかな、経験値的には倒した方が良さそうやけど、いつかネズミは砂から出てチーズをかじるかもしれない、せやな、可能性はゼロじゃないもんな、うん、そう思ったら自分何でも決意みなぎるんちゃう、明日新聞配達の人が4時ぐらいに来てくれるかもしれない、決意がみなぎったってな、これこのチーズはかなり前から置きっぱなしのようだ、うーん、くっついて取れない、溶けてんのかな、お、なんかおんねんけど、お化けが横たわってるみたいになってんねんけど、なにこれ、グー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 、まだいるの、ネタフリやこいつ、クラスに一人おるやつや、このお化けはグーグーと言い続けてネタフリをしている、いや、やっぱ愛がテーマやからそういうのダメやと思う、いいえ、あ、もう無理、どかせ、もうどかせこいつ、邪魔や、ほら、おい、どかせ、邪魔や、どけろ、ナプスタブルークがやってきた、さっきと違う、なんか、いや、話しましょうよそんな、いや俺その無理やりとかそうなんて思ってないんですよ、そう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 、あ、どけろ、おー別にいいよどうぞ、あマジでお前さ、うーめっちゃ泣くやん自分、さっきの泣き虫と似たようなとこあるんちゃん、ここにいたくないよ、じゃあどけろ、どけろ、励ます、我慢強く微笑みかけた、ははお前ミッキー、うおー、なんか全然やる気出ないや、BGM めっちゃいいな、お元気になった、もう一回励ます、お前やればできるって、そこの真ん中の顔の線もいつか消えるって、ちょっとした冗談を言った、ははは、なあそれ仮面ライダーですかって、ははは、もっと笑ってくれ、おお今からよけるやろ、次よな、もう少し元気づけ、あもう一回やるか、あここであえて口説いてみよう、君まで憂鬱になっちゃうよ、かまへんってお前そんな、俺ら一緒におったら元気になるって、あでもう一回もう一回あげますよ、はい、何かを、お何見せてくれんの、ちょっと見てて、なになにヒヤリハットって、おーすげえ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 、帽子出てきた、どうめっちゃおもろいねんけど、それめっちゃおもろい、ほんまにめっちゃおもろい、え、どうしよう、
ここで脅すとかやった。どうしよう。どうしよう。あげます。いつもね、誰にも会いたくないからこの遺跡にいるんだけどね。でも今日はね、いい人に出会っちゃった。ごめん、自分語りするのが癖でつい。わあ、俺もう感動してんねんけど、どうしよう。山ちゃんもそこおっていいよ。自分消えてんけど、どこ行ったんで、右と左じゃ、右と上がいけるね。愛がテーマって面白いな。これはスパイダースイーツ即売会、売り上げは全部本物の雲に寄付されます。あー、セールでーす。え何これ何これ、7ゴールド乗せるって何。ちょっと7ゴールド乗せてみようぜ。俺愛に今満ち晴れてるから。はい、ドーナツくれた、やった。あ、じゃあこれでも、おもちゃおしゴールドあげるわ。ジュースの瓶、瓶、お前だけゴミ渡してくんね。高い金出さしといて。こっち行こう。あ、これ敵ちゃん、あ、めっちゃおんねんけど。何これ。あ、雲で作った雲のためのスイーツをどうぞお楽しみください。こいつらにあげたらいいの。ケロ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 、あなたは人間にしては平和主義だと聞いたケロ。逃がせるようになったモンスターは名前が黄色に変わるケロ。はあ、それは知らんかったな。とても便利だね。俺もそう思うケロ。逃がすというのは戦いたくないという意味。相手の名前が黄色じゃなくても逃がさなきゃいけない時が来るかもケロ。へえ、覚えとかなあかんね。ミゴス、ミニゴスか。ミイコールゴスみたいな、フビライハンみたいな、そんな感じかもだ。逃がす、オッケー。一人逃がした。さあリズムに合わせて。何え、踊ってんねんけどこいつ。あ、それだけ。悩み一つなさそうだ。そんな顔してるもんな自分。どうしようかな。じゃあ行動で話してみよう。あ、ついに喋れるやつ来た。やっほー、俺戻る。いやい。で、お前どっか行けよ、お前悩みないんやったら。オッケー。でもこのままやったら経験値が手に入らへんねんけど。 F4 を使うとフロッグが4匹。せや、フロッグ4匹。のー、うまいの。せやな、うるさい、黙れ。じゃあこっちはゲロゲロ。はあ、友達が僕の話を聞いてくれないゲロ。俺が聞いてるやん。僕が話し始めると X を押してスキップしちゃうけど。あ、スキップできるんや。あなたまで。ごめん。よっしゃ、じゃあ次行こうか。そろそろ尺もいか、もしもし、最近掃除してたから、してなかったから散らかっていてごめんね。どこの話やん。急に客来るなんて思ってへんくてさ。いろんなもんしてると思うねんけど。気に入ったんがあったら拾って持ってっていいよ。ただし本当に欲しいものを見つけた時のために、ポケットには空きスペースを残しておきなさいね。ポケット、これか。あ、だいたい8個ぐらいしかあれな、無理なんか。なるほどね。スタットって何。あ、ステータス、ステータス、フォン、ママと呼ぶ、孤独。どういうこと。ママと呼ぼうぜ。はい、トリエルです。おい、ママママって呼んだ。照れてんねんけど。まあ、あなたは私をママって呼びたいの。あんたがそうしたんやったら全然構わへんよ。好きなようにしてね。おー、そんなことしてる場合ちゃうねん。次のセーブポイントまで行きたい。スイッチは1個だけ。なるほど。あー、これか。いっぱいあるな。これヒントなかったよな。とりあえず、お、人参出てきてんけど、ベジトイドが現れた。こいつ笑ってんな。どうしよう。食らう。ディナー。この二つ絶対あかん。だって食べ物やもん。気悪くすんで、野菜は喋れないんだよ。喋ってますやん。喋ってるよ、すでに。うわ、これきついぞ。蒸した人参とグリーンピースの匂いがする。臭そうやな。どうしようかな、じゃあ。食らうか。あ、ディナーにしようぜ。お腹をさすった。体にいい食事を出してくれるらしい。優しい。緑の野菜を食べてね。お前赤色やん。お前、あ、これ、おお、そういうことか。ケタケタは、なんか面白いな、戦い方が。食らう。一口かじった。やったあ、マジで。そういうのできるんや。あ、え、
いきなりスイッチ見つけちゃってんけど。左上とかに面白いのあるよ。一応開いたけど、これ行ってみていい？気になるやん。これ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 、これ何？は？さっきのやつやんけよ。オッケー、じゃあ右行くぞ。ん？なんやこれ？なんかキノコみたいなやつおんぞ。橋の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのみ。橋の扉？で、これなんなん？これ。スイッチだ。押してみようぜ。何も起こらんかった。何も起こらんかった。何も起こりませんでした。オッケー、下行きまーす。セーブポイント結構遠いな。ん？これは？この注意書き見えているなら、青いスイッチを押すべし。青いやつおらんねんけど。戻って押せばいいってこと？はい、じゃあ青いスイッチ押してみまーす。どう？あ、何も起こらんかったんけど。ん？一番上の柱の裏に青い、マジで？そんなヒント教えてくれるん？マジか、優しいな。やっぱ愛に溢れてるゲームってだけあるね。これは？この注意書き見えているなら赤いスイッチを押すべし。あ、それも見えてるよ。ほらー、なんでー。オッケー、押しまーす。はい、押しました。ここは簡単やったな。はい、行きまーす。そろそろセーブポイント欲しいよ。これは？はい。緑。どっちかよな、裏。こっちかな。えい。おっしゃ。ナイス、一発成功。うわ、なにこれ、ルークス。お前だけ動くねんけど。めっちゃぬるぬる。からかう、からかわんとこ。こいつからかったら絶対怒るやつや。やっと分かってもらえた。オッケー、分かったったぞ。分かったったぞ。分かってんからやめろ。ほんで、からかわない。やっと分かせや、分かった、分かった。の、分かったぞ。あかん、めっちゃ強いこいつ。逃がそう。オッケー。経験値が手に入らへんのよな。お、これはもうゴールなのでは？上と右があるぞ。右はなんや？ん？こっちも行けるぞ。ん？なんや？面白いのない。あ、これ装備品じゃん。で、どうやって、これ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 。ユーズ。あ、装備した。やった。強くなったんじゃない？ラッキー。ほんで多分上セーブポイントあるやろ。そろそろね。え？大変。予定より随分時間かかってもうたわ。何何何？え、目の前にいんねんけど俺。おおおお。一人でここまで来たん？怪我ない？こっちおいで。回復してあげましょうね。うん。ずっとほったらかしにして本当にごめんなさいね。あなたを驚かせようなんて。何何？化粧の厚塗りとかしてたん？これ以上隠しとっても仕方ないの。こっちよ、ついてき。何何？怖い、これ木何これ？新しい歯がついても枯れて落ちてしまうようだ。あ、セーブポイントある。ラッキー。オッケー。じゃあ今回はこの辺にしておきましょうかね。もしよろしければ次回もご視聴ください。それではお疲れ様でした。バイバイ。